花園に、花園？こっち、こっち、こっち。わあ、教えてくれる。どこどこ？どこどこ？どうせお前倒せってやつでしょ。買って、もう。ふらふらしてるけど買って。ああ、もうこういうやつやだ。死にちょう。なんかあるんだろ。ほら。へえ。大丈夫か？うわ、いっぱいいるわ。倒すしかねえ、当然だからでは。すーげえ数。うわ、デブちゃんもいる。うわ、デブのくせに早っ。うわ、ちょっとダイエットしてこいよ。本当に。メタボってレベルじゃねえぞ、お前。うわ、もう。なんか持ってない。うわ、まだ出てくるの？よし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 。さあ、ここじゃないか？うっそー。うっそー。鍵持ちのやついるの？まだ。もしかして。あ、なんか鍵持ってます？この人たち死んでんだ。ありがとう。包帯使わせてもらうよ。もしかして鍵持ってんの？鍵持ちがいると思うんだけど。いないの。さあ、ここら辺のやつ倒したら鍵持ち出てくるか？すげえいる。うわ、すげえいる。すげえいる。あ、ここ明かりつけたい。明かりつけたいよ。あれ、だけど襲ってこないな。うわ、来た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 来
鍵持ちがいるようには見えないけどな。何これ、あ、こうやっていけるんだ。あ、あ、すごい、こんなルートあるの。開ける。あ、回復アイテムあるわ。いただきます。まだここ来てないんだよね。わあ、こういう隠し通路あったんだ。ここはあれ、あれ、あれか、鍵がなくてもここピョンでいける。ちょっと待ってよ、こっち側、あ、こっち側もちょっと見ておきたい。あー、やったー、ほら回復ありますわ。あるでしょ、ほら、あるでしょ。よっ、よし、じゃあ一通り拾ったんで、ここの部屋だっけ。よし、ぶっ壊れとるもんね。そらー、ジャンプ、やったー、入れた、はは。この辺に、この辺チェックポイントなんだよね。あれ？うわ、エクソシストいる。おべ、料理大会どころじゃないよ。おべ、おべべべべべ。おめん。よし。どうや。やったー。クリア。え、ジェニー、私はまだいけない。2人の人物を探さなければいけないんだ。頼むから一緒に来てくれ。え、おお、ジェニーの後ついていけばいいんだ。ちょっと待てよ、回復させちいな。
頼む、頼ます。扉の前に敵がいる。どこ？いた。これでいいっすか、うん、あまり離れすぎないでくれる、怖いからって。すごい上から目線、でも結構嫌いじゃない。開けて、さあジェニー、ジェニー、そい、火をつけの、なんとまさか、まあ、さっきね拾ったのこの2人、あこの2人だったのもしかして。くそ、私自身でデータを送信するしかない。物語進って始まってる、あなたの中で物語が全部進んでる。あ、待て待て待て、火付けの、この辺さっき倒したからね。火付けの、こっちも火付けの、よし、うん、ここで待ってます。はーい、待ってるから頑張ってちょ。うん、よろしく、オッケー、よろしく、ちか、オッケーオッケー、待ってるよ、頑張っててくれ。うわー、いっぱい来たー、いっぱい来たー、うわ、すっげえ数これ、うーわ、うーわ、おらおらおら、明かりつけんとこれ大変なことになる。くっちゃねえ、いや、そっちはジェニーの部屋じゃん、ジェニーの部屋だから入らんで。すごい来てる、こっちも、こっちも来てる、よし、うわまだ来てる。右から左から、オーケー、まあまあ、ジェニーまだ、ジェニー後ろから来んな、うわやめろ、こっちからも来んの、そう、ほら、ごめん、弾がすぐなくなっちゃう、うわー、わあわあ、後ろからも来る、うわすーごい数なんだけど、すーげえ数、うげー、助けてー、わあ、体力がもう回復したいよ、弾もないし、こっちじゃない、こっちこっちこっち、回復したい、回復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 、来てるるるるるるる、これが赤につけないと本当に見えない、これそっち行くな、ジェニールーム行くな、彼女は今一人で頑張ってるんだ、一人で、近くにまだいるか、うわー来た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 、ジェニー早く来てくれ、1位弾丸弾丸、さあ弾を補充しつしつつ、まだ来るか、いる、なんかいる、え、あれは DK の来た、ザンゲー来た、やだー、投げキャラやだ、投げキャラやだ、ほらほら、へばったろ、へばったろ、よし、え、あ、鍵って出てきた、おお、来た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 、どういたしまして、余力があるなら上の広角部まだ閉じ込められてる、了解しました、全員助けるよ、上の広角部って言われても、うわっ、なんだろうこれ、
さあ、いただいて。もうないみたいだね。さあ、工学部にいる女の子を救出に行きましょう。こっちか？こっちまだ行ってないもんね。明かりをつけよう。出てくるでしょ、さすがに。あら、明かり出てきた。さあ、こっちだね。よっ、うわわ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 わ、工学部って多分こっちか。もう喋らせろ。いい、石を拾ってんじゃねえ。金投げろこの野郎、ほんとに金を投げろ。回復回復。あ、見えた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 。このまま突っ走るぜ。若干手薄。いいいい、後ろから来るな。うわ、まだ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 。オッケー。いやー、ほんと疲れるわ。弾補充。さあ、こっちだよね。ええ、さあ、鍵は使えた。おお、危ねえ。うぼえ。明かりがねえから本当につれえな。そう、ちょっと引くか。見えへんもんね。これ一応明かりついてんだけど。うわー、うわー、こっちも開くじゃん。うわ、出てくる。倒したか。よっ、弾がすぐなくなっちゃう。これ本当にすげえ数だもん。どっちから入るのがいいんだろう。そう、工学部。女の子はこれ上か。うわ、何これ、なんじゃらっぽい。特にないね、この部屋はね。さあ、工学部探索。ゾンビの声が聞こえるけども、ひとまず回復だ。うわ、来た。暗いよ、早く行こう。うわ、いきなり来た、マンディ。マンディ来た。マンディ行こう。帰ろう。お姉ちゃんについてきて。楽しいこと、楽しいところに連れてってあげるから。どっち行こう。さあ。さあ、おいで。外でなんか聞こえたって。耳を塞ぎなさい。どっから来るの？なんか、まずは明かりつけんと。近くに来てる。ひー、ミサイル男来た。うげえ、やめろそれ、やめろその二段攻撃。やばいよ、それやばい、それやばい。ゾンビももしかして復活してんのこれ。いやー、あともうちょい、それやめろ。うがー、よし。あれ、なんか鍵とかくれるわけじゃなく。ちょっと待ってくれ、回復させて。
回復と弾、弾丸補充。よし、マンディ、マンディ倒したよ。よし、おいでおいでおいで、ついてきて。え、あれあれ、え、0分の1ってなってるんだけど、女の子と会話、どこ行っちゃったの。え、いきなり今消えたんだけど、マンディ、え、もう一回、もしかしてもう一回、あ、なんか終わったっぽい。脱出用ヘリを見つけて、ヘリで、これどう考えてももうか戻れってことだよね。あ、なんかここにもあるぞ。さあ、じゃあマンディはもう助けたっぽいね。よし、戻ろう。もうこのバイオハザードから脱出じゃ。こっち側はちょっともう行き止まりか。はあ、いやー大変じゃ。うおー、早く走れー。走れねえけど走れー。あともうちょいじゃ。ほんとこの明かりつけないと本当にさっぱしで。よし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 、ゾンビともう出くわしたくないです。こっち側でも帰れるんじゃない。明かりをポチポチつけていく。さあどうだ、この辺。さあどう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 、このヘリコプターで八重地に帰る。やったー、これで終わりじゃないか。さあ報酬が戦闘熟練度4000、金塊500、スキルポイントとか。さあようやく三塚大学勝利、ソロでクリアしました。いやー初めて自分のことを褒めてあげたいなと思いました。よし、これでクリアでしょ。サバイバル、うん、また新しいのできたんでね、うん、ひとまずはミスカ大学ソロクリアしました。